お遊び風景6月イベント水中迷路水泳大会を開催したいと思います。場所はですね、4216サーバーの HI の6、この場所ですね、マップ上でいうところの。そして日時は今日6月26日の日曜日21時から開催したいと思います。ルールはですね、簡単で、このですね、後ろにあります水中水面の迷路をですね、レース形式でいち早く解いた人の勝ちとなります。で、参加はですね、ご自由です。で、ルールとしましては40登りは禁止コースもですね、でそれ以外は全部自由となっています。で、内容です。私がですね、皆さんの抽選を、組み合わせの抽選をしました後に、組み合わせのですね、抽選の指示に従ってスタート地点に入ってもらいます。そしてですね、私がこのですね、解説席の上から開始の合図をします。スタートの合図ですね。まず位置について、そして用意、こうですね。で、この爆発を見えたらもうスタートです。で、そしたらですね、選手はスタート地点から水中迷路の中に入っていただきまして、で、ゴールを目指すという感じです。で、スタートはですね、東西南北4つありまして、誰がどこのスタート地点というのは配信で各々ですね、指示をさせていただきますので、ご了承くださいませ。で、中の水路に入っていただきまして、で、このですね、迷路を解いていただくという感じですね。で、途中ですね、まあ、外れ枠、外れのルートがあったりしますけど、空気穴がありますので、まあ、もし空気が不安という方はご安心をください。で、他にもですね、ダロンの呼吸薬っていうかなり水中呼吸が持つもの、そしてイエッパルサグのご馳走っていうですね、水中呼吸の効果のご馳走をスタート前に配布しますので、ご安心くださいませ。で、最後ですね、水面に出ましたら、このですね、コース、水面コースに従ってゴールを目指していただき、で、このですね、全コースの中央にあるこの白いアルゴスの台座にシャークがついた人の勝利になります。で、ルールはですね、基本的に組み合わせはトーナメント式で行いますが、一発こっきりだと結構運が絡みますので、レースの形式、もしくはですね、その試合の形式については、配信、当日というか当時間で発表させていただきます。ではですね、皆さん、こぞって、ご参加のほど、お待ちしております。では、失礼します。